でいいですね、分かりやすくてね、はいはい、で先輩たちであの来る方来ない方もやっぱいらっしゃる。あ、そうですね、確かに来なかった方もいますね。誰の年賀状がちょっと今年インパクトあったよとか、印象に残るメッセージがあったなとか、あ、激励の言葉が印象に残ったとかありますか？大島さんは結構いいことを書いてくれました、ね、お、そうなんですか、はい、なんかちょっと教えてもらってもいいですか？いい言葉っていうか、まあ、結構あれでしたね、あの、まあ、昨年の成績じゃダメだよっていうことが書いてありました。おお、もっといけよということですか、はい、いやいい言葉ですね、まあ、それペッて言っときましたけど、先輩の年賀状、まあ、見て、はいはいはい、他にはどうですか、なんか、うん、他はそうですね、まあ、近藤コーチからもいろんなことが、まあ、近藤コーチなんかベンチでいじめるなよって書いてたんですけど、いじめた覚えないんですけど、ね、はい、そうなんです、はい、近藤コーチは割とコーチ自体がいじられ役な感じですか？優しそうですもんね。優しいですね、本当にもう親身になって教えてくれるんで、本当に接しやすいですし、僕いじめてるってなんか僕なんかどういうことなんですかね、どういうことなんですかね、ちょっと今度は、はい、聞いておきます。はい、僕いじめられてると思うんですけど、割といじり役で、いや、いじられる方じゃないですか、僕わかんないですけど、結構僕田島さんからケチョンケチョンにやられてるイメージですけど、はい、そうなんですか、はい、で田島さんとの年賀状のやり取りはあるんですか？田島さんから来てないんですけどね。来てないですか？僕出したんですけど、ね、あれちょっとなんか、はい、だから LINE しときました、はい、開けましたよ、ね、どうもございます。ちゃんとね、アピールして、はい、そうなんですね、はい、ご自身はどんな年賀状を作られたんですか？僕は、あの、はい、奥さんに任せてきりですけど、あ、そうなんですか、子供の写真が入ったやつですね、はい、なんか一言書いたりして、あ、もちろん、あの、僕全員に一言書きます、はい、自分の目標を書く感じですか？いや、あの、その、まあ、その、よろしくお願いしますっていうことですね、はい、なんか、誰かに書い、ちょっと書くの悩んだ監督には何て書いたんですか？監督も一言だけです。よろしくお願いしますね。あ、そうなんですか、はい、ちょっとなんかもっとこう言っといた方がいいんじゃないですか？言葉よりもその自分で書く字の方が心配ですよね。なんか汚く書いたら読めるかなとか、そっちの心配しかしなかった。字の綺麗さ、はい、あ、そうなんですね、はい、ねえ、ということで、まあ、お正月でいつまでご実家にいらっしゃるんですか？1月の5日までいました。5日まで、はい、じゃあちょっとこうボールを投げるようなことも、あ、練習はしてきました、もちろんされてて、はい、どんな感じですかね、それは。そうですね、はい、まあ、そんなに慌てないようにはしてますけど、うん、やっぱりそのみんな集まって始まるとどうしてもやっぱり、やってやるぞっていう気持ちは必ず出ると思うんで、それを、押し殺しながらゆっくりやろうかなと思ってます、うん、あ、調整はゆっくりと焦らずに、はいはい、じゃあ今年はちょっと走ったりちょっと投げたりぐらいな感じですか？あ、まあ、投げる走りに関しては全然例年通りやってますけど、気持ちの中でやっぱりグイグイ行っちゃうと怪我すると怖いんで、って言ってもやっぱ侍ジャパンもあるんで、そこをしっかりその見据えながら、まあ、選ばれたわけじゃないですけど、まあ、準備するようにと言われてるんで、気持ち少し入れながらやってます、はいはい、ね、侍ジャパンのお話も出ましたけれども、はい、呼ばれて、まあ、突然という感じだったんですかね、はい、秋に、まあ、そうですね、まあ、自分選ばれるもんだと思ってなかったんで、なんか選ばれた時はもうどうですか、本当に何が起きたんだって感じでしたけど、そうなんですね、はい、でもすごく冷静にしっかり抑えていらっしゃって、はい、まあ、それはあれですよね、結果が良かったからですよね、多分。あ、そうなんですか。あの時何考えてるかは自分では覚えてないですけど、だから覚えてないぐらい多分必死だったんですよね。必死にという感じだったんですね、はい、パニックってた